趣味を述べた上で、ご質問の方お願いします。うん、まあ住民投票はね、ちょっと秋は、物理的に難しいということと、あとは来年統一地方選挙に向けての、いろいろと対応、を幹事長から伝えていただいたということです。それはもうおとといのね、法廷庁でもね、まあ要はまあなんだこう法廷庁のに権限がない動議とか提出されてですね、その後の公明党さんの中身の質問もね、これは飛ばされてしまってるんだから、もうみんなそれは知ってますよね。で今の状況では物理的に、市民の皆さんに丁寧に説明できる、自信を持ったそういう、財政、行財政 の、 プランを作ることができ、まだできないということです。その住民投票の先送りを確認する中で、その出席された各議員の方々からどのような声が出ました？いや、もうみんな状況分かってますよ。維新の議員なんだから法廷庁は 毎回全員確認してるわけですから、どういう議論なされてるか、それはもう全員が非常に、まあ、中身の議論っていうのが進んでいない状態だということは認識してると。読売新聞ですけれども、確認も含めて、全体に共有された、確認された認識というのは、まあ、今日は物理的に難しいということと、あと、現在の議会の認識に、住民投票に必要な議決をするという、この2点を確認しています。そうですね。その2点を確認しています。はい。で、以前、代表は、まあ、臨時議会よりも、まあ、基本原則はこの定例議会でやるというようなお話をされたと思います。で、今度秋が厳しいということは、9月議会は、まあ、客観的に厳しい、うん、その後は2月議会に向けて動くという考えです。まあ我々の今の現在の現職議員の、議決に参加できる議会というのは最終は来年の2月議会までです。毎日中ですけど、今日は先送りを大阪市の会として決めたという、まあ、そういう認識を共有したということです。すみません、新たな日程についてはですね、今日は何か。いや、それはもうね、だから我々だけで決めれる話じゃないんだ。これは要はやっぱり公明党さんと自民共産はもうとにかく動議見てもらっても分かるように、全く、もうそもそも自分たちの議席守るたいから反対なんでね。だからやっぱり、議会での同意を得るためには、前向いた話ができる公明党さんと協議が必要と。どこを目指すかというのを含めて今日はそういう話までしか言えない。そこは我々だけで決めれません。目標というか目指すという形でも決められないと。どういう、いや、もうだからこの任期中に、この住民投票をするできる議決を得るのが我々の公約というところはもうみんな、認識は共有できているわけですけど、過去に、まあ、全体会議の場で、まあ、秋を目指すということが正式に期間決定された、うん、で、それは今日をもって、まあ、来てないくなるという理解です。まあ、そういう認識をみんな共有したということです。そして共同通信ですけれども、目標に関しては統一地方選までに時期を決定したいと冒頭でもおっしゃられてましたけど、ということは統一選後に住民投票が実施されるということもあるんでしょうか？いや、だからそこは我々だけで決めれないんで、うん、僕は今統一選と一緒にね、住民投票をやらせてもらいたいなと僕は思ってるけど、これ僕だけがそれを主張しても了解得れないわけだから、
これはこれからの協議によります。ABC ですけれども、この時期ですけれどもね、あの3年前の知事市長ダブル選は確かに、都構想再挑戦を公約に掲げていたと思いますけれども、統一選、3年前の統一選の時はまだ自分で前だったんですね。都構想をやるということを、あの統一選の時は公約に掲げてるんだから。ですので、もう一度統一選を経て、そこで都構想再挑戦を掲げた上で、勝った上でやるという選択肢はないんですか？ないですね。それは都構想をもう一度住民投票をやらせてもらいたいというのはダブル選で、あのこれは大阪府域、大阪市域全体の民意を得たと思います。ただ統一選でさらに減らすようであれば住民投票もおぼつかない状況ということにはなりませんか？だから今の任期の間に決めてもらいたいということを申し上げています。統一地方選挙後でね、やっぱり、選挙ですからどういう形になるかわからないけど、うん、その時はもう、実際には、都構想の、住民投票なんていうのはこれは現実味をなくすわけですから、だから今の任期の議員の任期の間にこれをしっかり決めていくというのがこれはダブル選の民意でもあると僕はそう思っています。今の答えを聞いてると多分議席は減るであろうということを前提に答えておられるようなんですけども、あのね、まあ、ABC はいつもやらしい質問しかせんけどね、今日は選挙なんていうのにね、余裕で選挙やってる政党なんてあるんですかね、次も増えますなんてね、そんな政党はないですよ。いつも選挙ってギリギリだギリギリだと、要は厳しいなと、負けるんじゃないかと、そういう危機感を持って、挑むのが選挙です。いや、むしろ都構想再挑戦を掲げて統一選を戦えばいいんじゃないかという意味で聞いてるんですけど、いや、これはもう都構想再挑戦は掲げてダブル選挙でこれは民意いただいてるわけですから、だから都構想の住民投票を実施をするのが今の我々仲間の議員の、まあ、僕は使命だと思ってますよ。ダブル選で民意はいただいてますけど、統一選ではまだ得てないわけですよね、うん、で二元代表でかつ都構想は議会の議決も必要なんで、統一選でもう一度審判を仰ぐっていうのは十分あり得る選択肢じゃないんです。いや、ダブル選でもう一度住民投票を実施したいという民意を得たんだから、今関数はないけどなんとか、まあ、公明党さんが前向いた議論に参加してくれてるんで、なんとか住民投票ができそうな、そういう雰囲気があるんですから、その、そういう、こうできそうな、雰囲気があるんだから、それにのっとって、具体的な日時を決めるというのは別に何ら問題ないと思いますけどね。すみません、ご質問です。重ねたのは代表個人のお考えと、まあ、断った上で、まあ、統一選との当時からということを、まあ、言及されましたけど、それはあの経緯面とどういった理由が多くですか？やはり、もうこれだけの戦いなんでね、まあ、もう民主主義をもっと拡充したいということがありますよ。要はその一緒にすることによって統一地方選のそういう、要は投票率も上げたい、まあ、政治家ですから投票率が低いことを喜んでるというのは、まあ、一部政治家にはそういう人もいるけどね、僕はそれはないんで、そして一緒にすることによってより多くの人がこう民主主義に参加してくれるんじゃないかと、まあ、経費のこともあるけど、ね、どちらかというとそっちの方が大きいかな。NHK の聞き方です。時期の関係なんですけれども、今代表のお考えの中では一番遅くても、そうすると統一地方選を、まあ、これまでのご発言と5月が一番進む、まあ、それは橋本さんがそう言ってましたよね、うん、だからそれはその議決を得た時期から、住民投票までは2ヶ月間という、そういう期限が定められているわけですから、この法律に、だからそれでいくと2月で決めると前回と同じような、の頃に、なるかなと思ってます。じゃあそれが1つ目で、2つ目が先ほどおっしゃった統一地方選挙との同日、まあ、それはさっきも言ったように、これはもうより多くの民主、ね、人が民主主義に参加してもらえるならそれはいいかなと思ってます。今代表の考えでそれ以外の選択肢というのは考えられますか？それはだから何度も言うように僕だけの意見では決まりませんから、今聞かれてもこれは他党と相談をして協議をまとめなければ、
明確にいつだということは言えません。これまで9月10月を目指すというふうにおっしゃってたんですけど、今日は秋は見送るという話でしたが、そうすると、細かいですけど11月というのはもうだからそれはこれからの法定協議会の、進み方次第、内容でどれだけのものを固められるかということも踏まえた上でやはり他党と協議が整うかどうかだと思います。11月はまだその選択肢の中には含まれているんですか？いや、選択肢としてはあるけど、今の法定協議会の状態ではなかなか厳しいんじゃないのと、秋としてはね。ちょっと細かくて申し訳ないです、仮ですけど、細かい秋、11月っていうのは秋に含まれてるんですか？いや、それは一人一人 の秋はいつまでって、それは自分らの一人一人の感覚の話やろ。もう細かすぎますね、 NHK は。秋から伸びるということで、伸びた時間を維新としてはこれを どのように使っていきたいかっていう。いや、維新としてはというか、もうこれ最後のね、住民投票になる、もうそう思って、ね、間違いないぐらいの状況なんで、とにかく、大阪市民の皆さんに都構想というのは別に大阪市を、これ破壊するもんじゃなくて、今の大阪の状況、都市と一体で今大阪の経済状況各数字見ても良くなってるじゃないですか。そういう役所のね、役割分担の話だということを明確に理解していただけるような、そういう丁寧な議論をして、住民投票に挑みたいと思っています。すみません、法定協の議論がまだ尽くされてない状況だと思いますけれども、公明党さんもまだ議論が尽くされてないと思いますが、今後ちょっとその課題が、全然、解決できなくて、最終的にそのずるずると期限を迎えてしまう、4月を迎えてしまうということも考えてい、いや、もうずるずると課題解決できないなんていうことは考えていません。そのために今一生懸命やってるわけです。公明党さんとの議論はいつ頃行われたか、それも相手あることですし、いつやるとか、誰とやるとか、それを皆さんの目の前でね、この明かすような話じゃないと思っています。関西テレビです。今回の住民投票の先送りでですね、都構想の実現性がちょっと少し後退したのか、もしくはよりこう PR できる時間確保できて実現性が高まったというところです。いや、これ都構想については非常に厳しい状態だと思ってますよ。ただ誤解されている人がいっぱいいるわけでね、前回の住民投票もメディアの対応も悪くてね、すごく、デマを信じた人がたくさんいたわけですから、我々はデマによって、判断を、ちょっとこう躊躇されてた人たちの、そういう人たちに正しい情報を伝えていきたいと思ってます。ちょっと確認ですけど、今日の会議の中で秋を先送りするというのは反対の意見はつまりありません。秋やるべきだと。だってみんな所属議員なんだから、法定局の状態は全員が認識してます。この前、区議団の総会とかで、秋自身に向けて街頭ダウンミーティングだとか、そういった具体的なプランについてご説明があったんですけど、実際5月まだ行われていないと、その説明のどういった影響があるんですか？いや、これは党としての活動ですから、先延ばしたからって街頭タウンミーティングをもう先延ばしで、でいいということにはならないと思いますよ。まあ、より活動する時間が増えたと、こういうことです。朝日新聞ですけど、先ほどの統一選との当日が第一者の話という発言なんですけれども、これまではその一つの選択肢として当日っていうのもあるということでおっしゃられてたんですけど、これまでの状況の変化っていうのが、いや、別に状況変化したわけじゃなくて、一つの選択肢の中身は僕がさっき言ったように、
より、民主主義が拡充されるという意味で一つの選択肢として統一選と同時ということも申し上げてきたんで、別にこう僕の発言が、こう変化しているわけではありません。新役員名簿を用意します。覚えておきます。取ってください。